お茶です。今日もラーメン作っていきます。はい、はい、今日は、とろろ芋エスプーマつけ麺。ほー、材料から説明します。はい、まずは要のとろろ198円です。安いっすね。はい、198円。はい、あと、まあつけ麺なんでつけ麺ですね。あとはもうお決まりのこの、これですね、本格的ですね。あとはサラダ、はい、チャーシュー味、あとなんと穂先メンマ、これローソン100ですね。最近本格的なものがありますね。これ卵、ただの卵じゃないです、くん玉です。くん玉ですか。あとはあカットネギ、あとカツオ、ちょっと風味をこう立たせたいんでちょっとひねりした使い方します。はい、以上です。まずですね、このつけ汁とこの器、これをね温めます。そうするとこの濃縮スープがね結構スムーズに出るんで、油が固まってるんでね。あ、なるほど。はい、その後はまあ、漬け汁を作っていくんですけど、水とこのとろろ、これを水2のとろろ1でちょっとやってみたいと思います。ちょっと僕の勘で、80cc と 40g、 これでいきたいと思います。はい、この手間いらずとろろ芋、これを 40g、ちょっと 40g に満たないですけど、第1を守りたいんで、これで今 33g しかないんで、まあ、67で100でいきましょうか。ちょっと120って言いましたけど100でいきます。これで100になるように 33g と 67cc で100です。これだけでいきます。泡立ちましたね。つけ麺なんで先に麺いっちゃいますかね。はい、ちょっと沸くの待っててくださいね。その間にちょっとセッティングだけしましょうか、これを。うん、こう増粘剤ってやつが入ってますね。粘度を上げるやつですね。沸きました。じゃあ、説明書が熱盛4分半なんですけど、こうちょっと1分縮めて3分半にします。縮める理由って何かあるんですか。ですね、ラーメン屋の経験上だれるのが早いんですよね。つけ麺ってラーメンと違って麺が伸びないようにする成分が入ってないんですよ。3分半で出しますね。でいきます。はい、3分半スタートします。はい、ということで、はい、今日の質問コーナー、はい、今日はですね、はい、内田さんのご出生というかちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まずご出身ってどちらになるんですか。僕は名古屋ですね。名古屋なんですね。はい、はい、今も名古屋です。ああそうなんですか。はい、結構拠点は名古屋にしてるって。そうですね、拠点名古屋です。はい、ご家族とかってなんか一緒に今名古屋で暮らしてる。そうですね、家族構成ってかみさんと息子と犬ですね。息子さん今何歳。息子は25ですね。あ、僕と同じぐらいの世代です。あ、そうですね。はい、はい、普通に社会人とか今されてる。あ、大学8年生です。大学8年生。大学7年生か8年生7年生どういうことですかそれ。まあのんびりしてるんでしょうね。のんびりしすぎじゃないですか。のんびりしすぎですね。一周回ってます。お尻に火がついてますね。はい、ああ、わかりました。で、今回この辺で。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと締めますね、麺を。はい、はい、夏だったらちょっと氷買ってこようか。この下に氷入れて、そうすれば嘘と冷えるじゃないですか。もう閉まってきましたね。そうですね、これでも閉まりました。はい、はい、閉まったっていう基準は、なるほど、まず冷たくなること、ぬめりがなくなること、麺がキュッとちょっと若干閉まって跳ね返りが強くなることですね。で、これをここに入れてですね、ちょっとここで温めますね。いい感じですね。おー、いいですね。火かけました。弱火にして、せっかく温めるんで鰹節かけるんじゃなくて、こう鰹節を入れちゃいましょうか。で、さっとこう加熱すると出汁が出るんで、今回はちょっと鰹節 1g ですね、一瞬で加熱しちゃいます。ちょっとどうなるか。だいぶ味も変わりそうですね。ちょっと強くなるんじゃないですかね。うん、うん、増粘剤が多いこのつけ麺は泡立ちませんね。十分濃厚なんで、ちょっとお題目とは変わっちゃいましたけど、かなり濃厚ですね。濃厚つけ麺とろろバージョンですね、これ。今度はで、
これ温めますね。はい、温めます。これあのそんなに長く温めなくてもいいですね。かき混ぜてあげて、でもこれで大丈夫です。はい、これでもう温まったん でこれで、まあ、こんな感じでちょっとこうやって整えてあげれば、お見た目がないような、まあ見た目ですけどね。あとはこれですね。ちなみになんですけど、あつ盛りするときって基本的に最初を締めてからまた、そうですね、温めるっていう、はい、そのままでも、まあ、別にいいんですけど、麺があのだれるのが早いですね。はい、そういうことなんですか。そうですよ、うん、一気に食べちゃう方はボンって言ってガンっていっちゃっていいですよ。もうあのすぐ食べるならもうそのままいっちゃってください。もうこれ絶対締めなきゃいけないってことはないんで。はい、なるほどですね、うん、完成です。名前変えます。濃厚とろろつけ麺ですね。はい、結果的に、はい、それではいただきます。じゃあ麺からいただきます。うん、うまい。で、これ途中で量減らしてたじゃないですか。このスープ最初の量が合ってましたね。ちょっとしょっぱいです。まあつけ麺なんで、ね、半分ぐらいつければいいんで、うん、うまいですね。おお、これはレベル高いですね。どうぞスタッフ。あ、わかりますね。分けてあるんで。いいんですか。はい、食べてください。はい、いただきます。はい、いただきます。はい、どうぞ。これでいいんですか。まあ、初めからつけてあります。これまあ、つけ麺とは言うんですけど、つけずにね、つけずにね。なるほど、いただきます。はい、あ、かなり絡んでますね、あのスープが。うん、うまい。いや、これかなり濃厚っすね。これは美味しいっすね。うん、ごちそうさまでした。美味しかったです、これは。家庭でここまでお店の味が再現できるってすごいなってシンプルに思いましたね。こうとろろ芋でこうお店の味に近づけるってのがいいですよね。ということで、はい、今日の得点は何点でしょうか。90点。おお、90点。はい、これは高得点ですね。そうですね。いや、これはぜひ皆さんにもね、これは美味しいですね。うん、うん、ミキサーめんどくさい方は鍋でとろろと混ぜてください。直接もう鍋の中で水ととろろと濃縮スープをここに入れて、で普通にかき混ぜてください。はい、はい、次回も楽しみにします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。おー、とろろ追い込んでますね。追い込んでます。今日トロロうまかったですね。いや、うまかったですね。よかった。エスプーまだなんかったことだけ心残りです。まあ次回またちょっと頑張りましょう。はい。この番組が面白いと思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。お茶でした。